貴様らはここで我らと共に焼き死ぬのだ。ソニア様、お急ぎを。わかった。みんな無事か？はい。死ぬかと思った。こんなところで焼け死ぬわけにはいきませんわ。焼きロブスターです。今度行ったら許しませんわよ、このお気楽極楽パッパラパー娘。セシルさん、落ち着いて。落ち着けですって？私はおはようからお休みまでいつでも落ち着いていますわ。ゾッコン。まあ、とりあえず怪我がなくて。ああ！な、何？うちの神、焼けてもうた！はあ？うちの神！そんなことない。髪は女の命やんか。ユーポン、うち傷もんになってもうた。意味が違うでしょうが。どういう意味なんですか？ティアはまだ知らなくてもいいの。でも自分から森に火を放つなんて、ほんと、とんでもない練習ですわ。今度会ったらギッタギタにとっちめてやりますわ。とにかく隊長、アルビダブに連絡して増援を要請した方がいいと思いますの。そうですね、ヒューイ様、私もその方が良いと思います。増援はいらない。そうですわ、私一人いれば十分ですわ。ほら、みんなやる気出してるし。やる気があればいいってもんじゃん。それに増援呼んだら殺さないといけなくなる。それはそうですだから俺たちだけで片付ける。ですがもう危険を冒してまでソニアを守る必要はないかと。そんなことないよ、もういっぺん説得したらいいじゃんか。あんただってさっきの見たでしょ、相手は死ぬのを怖がってないのよ。そんなのに勝てるわけないじゃない。そうかもしれないけど。もう最悪の事態になってんのよ。あんまり悲観するなよ。隊長、お前らは俺のために死ねるか。そんなん決まってるやんか。な、それは、ま、時と場合によりけりですわね。なんで？ヒューポン、うちはいつでも死ねるからな。お、いうわけだ。何がでしょうか？人が命を捨てるにはそれなりの理由がいるってことさ。あいつらが命を捨てられる。ソミヤにはそれだけの何かがある。それじゃあ説得も可能かもしれない。無理な場合は、そん時は逃げたらいいだろ。どうせ上だって俺たちにそこまで期待してないし。いいだろ、たまにやる気出してるんだから。わかりました。罪滅ぼしか。
はい。あたいに？うん。ありがとう。さん付けされるようなもんじゃないけど、兵隊だよ。うわぁ、やっぱり兵隊さんなんだ。兵隊に会ったのがそんなに嬉しいの？うん、だって私も大きくなったら兵隊さんになるの。兵隊に？うん、で、白いお馬さんに乗るの。白い馬か。お姉ちゃん兵隊さんになれて。別によくなんかないよ。なんで？白いお馬さんに乗れるんでしょ？乗れやしないよ。あんなのに乗れるのは選ばれた人間だけさ。選ばれた？そう、例えばお偉い騎士様とかね。騎士様しか乗れないの？ああ、そうだよ。私騎士様になる。お嬢ちゃんは騎士になりたいんじゃなくて白いお馬さんに乗りたいだけだろ。うん。じゃあ騎士様なんかにならなくてもそのお嫁さんになったらいいよ。どうして？その方が楽だし、それに兵隊なんてろくなもんじゃないからね。お姉ちゃん兵隊さん嫌なの？ああ。じゃあどうして兵隊さんになったの？嫌ならならなかったらいいのに。どうしてって、親が兵隊だったから。どうして？パパキコリさんだけど、私キコリさんにならないよ。だって大間さんに乗れないもん。仕方ないよ、それが決まりだったんだから。そんなのやだ、私は大間さんに乗るもん。嫌だって言われてもね。お姉ちゃんだって嫌でしょ。お姉ちゃんもなりたいものがあったんでしょ。あたいのなりたかったもの？うん。なりたかったものか。あたいは多分父上になりたかった。父上？パパのことだよ。ダメだよ、女の子はパパになれないんだよ。ママが言ってたもん。パパになりたかったんじゃないよ、みたいになりたかったんだ。みたい？そう、父上のように強く大きく。ソミヤ様。乗れるといいね、白いお馬さんに。うん。もう行きな。うん、バイバイ。なんだ？お喜びください、ソミヤ様。邪神軍は我が部隊の投降を認めてくれるとの知らせが参りました。そうか。はい、すぐに迎えに来るそうです。どっちを迎えに来るんだろうね、あたいらとこいつと。は？何を？これまであたいについてきてくれたこと感謝する。は？我が隊はこの場で解散だ。もう好きにしていいよ。何を言い出すのですか？お前たちには苦労をかけた。苦労などあるわけが。けど、重荷だったんだろう。重荷などと思うわけが。あたいは正直重荷だったよ。無理して殺したくない人間殺してさ。
お前たちには人を殺す苦痛は味わわせたくない。ただあたいの命令に従って殺していると思ってもらいたい。そのために精一杯意地張って。ソミヤ様。でもみんな気づいてたんだろう。あたいがお前たちの生活を守るために無理してるってのに。はい。何だったんだろうね、あたいのやってきたことは。申し訳ありません。謝ることはないよ。ただ。ただ何でしょうか。もっと早くこうして話していればこんなことにはならなかったのにね。はい。全ては我らの不忠のため。お前たちは悪くない。悪いのはあたいだ。あたいが力もないのに父上のように生きようとしたから。とにかく隊はここで解散だ。お前たちはこの先自分のしたいようにすればいい。好きなように。ああ、田畑を耕すもよし、商人になってもいい。軍人を続けたければどこかに仕官すればいいさ。これからはあたいのためじゃない、自分のために生きるんだ。お前たちにだって夢はあったんだろう。ソミヤ様は、ソミヤ様はどうなさるおつもりなのですか。あたいか。あたいは夢を見る資格のない人間だよ。今まで他人の夢を奪って生きてきたんだからね。ですがそれは。それにあたいには生き方はわからない。でも死に方くらいは知っている。まさかアルビダブへ戻るおつもりですか。誰かが責任取らなきゃいけないだろう。でなきゃみんないつまでも追われることになる。ですが。父上ならきっとそうしたよ。ソミヤ様。何事だ。敵です。第七西部隊が近くまで。な、ソミヤ様。慌てなくていい。お前たちは逃げればいい。は？あとはあたいに任せな。任せろと言われましても。いつまでもわがままを言われますな。わがまま？我らがあなた様を放って逃げられるわけがないでしょう。けどあなた様のいないせいに何の意味があるというのですか。我らにも夢はありました。ですがそれはすでに過去のもの。今の夢はただ一つ、あなた様の幸せ。幸せ。はい、それが我ら共通の夢。どうか戦闘許可を。分かった。ソミヤ様。ただしあたいのためにお前たちが命を投げ出すのはこれが最後だ。いいね。はっ。では直ちに防戦の準備を。その必要はないよ。我が隊は町から出て敵部隊を迎撃する。迎撃？最後くらい綺麗な戦争をしたいだろう。はっ。最後くらい。隊長、村が見えますが。言われなくても見えてるよ。アンナ、休憩はなしだからね。そんなんじゃないよ。ただあそこでソミヤさんを見なかったか聞いたらいいと思っただけじゃんか。いや、ごめん。別にいいよ。アリアが私のことどんな風に見てるか分かったからさ。喧嘩するなよ。別に喧嘩なんかして。ユイ様。
わ。ソミヤか。なんか大当たりって感じですわ。当たり前やんか。ヒューポンのすることに間違いはないんやから。なあ、ヒューポン。くっつかないでください。とにかく行くぞ。やっぱり来たね。矢を拾いに来たよ。あんたがそんな素敵な人間だったとは思わなかったよ。矢か？結構気に入ってるんだけど。あたいもその言い方嫌いじゃないさ。でもね。なんだ？矢ってのは飛び続けるものなんだ。多分。じゃあそれを見せてもらおうか。行くよ。
ですわ。
ださいね。ここまでか。